はい、どうもさっくんです。今回ですね、こちら近鉄柏神宮前駅に来ました。今日の目的は何かというと、これ南大阪線の方にちょっと行きたいと思います。柏神宮前の南大阪線の方に来ましたけど、なんか来てる特急、あ、特急おるわ。なんか車掌さんに聞いてるけど、なんやろあれ。あ、これ特急券ないと乗れません的な感じを説明してるな。よし、閉まりますね。近鉄でも一番古い特急列車、16000系です。今日 Y の09を見ることができました。この2両編成で言ったら、あともう一個で Y の07っていうのがいまして、でこの前 08Y51 が引退しまして、本当にこの形の定期列車に乗れるやつは日本しかいないということになります。この南大阪線の、あの区間急行が昼間にね増大した時に夜に1本、朝に1本ってあったんですよ。これがもう絶対定期あったんですけど、最近になってこの昼間の時間帯、あの尺度、この柏神宮前間を、あの各駅停車走として走る区間急行をいっぱい走らせて、で、この柏神宮前終点で、あの吉野駅に連絡するというダイヤに今めっちゃ変わってきてるんで、区間急行でちょっと珍しい種別なんで、まあ赤やったんですけど、臨時急行とかにもね種別入ってるんで、4番乗り場から電車が発車します。これ来ましたね。これ明らかね、赤のやつまだ残ってるはずなんで、入庫していったんですけど、あれ古い地域になるんで、多分あの先の本線上で止まって折り返すと思います。多分ね、これ時間調整なのか、あの一番奥の引き上げ線に入っちゃいました。この辺りから走るね各駅停車って多分この時間ないはずなんですよ。逆に珍しいんかな、この時間であれば。ワンマンでは来たものの、この時間に実はワンマン走ってなくて、準急か区間急行でなんとか走ってるみたいですね。で、準急もね、あのこの先藤井寺まで各駅ですし、区間急行も尺度まで各駅停車なので、まあ、本数的にはちょうどいいんかな。尺度までは1時間に4本 で尺度から古市まで途中の駅はね、準急が止まるんで1時間に2本という、まあうまいことになってますよね。さあ、踏切が鳴りました。もう来ると思います。車両はですね、あの6400系列の2両編成2つが来るらしいんで、さてこれが幕がね赤幕なのか、果たしてもうインバーター系列ってだいたいオレンジ幕に更新されてる気がするんで、4番乗り場に吉野行きが4両編成で化ける参ります。あ、無理かな。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は吉野までの各駅に止まります。 A local train bound for 吉野 is arriving at track 4。 神宮西口出たら巻くか。あー、 A 更新は無理やな。あちゃー、あ、絶対無理なやつです。
あー残念、こっちが A コースやったらもう絶対無理ですわ。あー無理でした、見れず。吉野から来てるやつなんやな。あ、巻いてるわ。ちょっと見よう。あー、古市になったか。ワンマンばっかり。あれ、ワンマンじゃないやつかな。20って言ったらワンマンじゃないやつやな。区間急行が出ていきます。おまく赤かオレンジかちょっと分かりづらいんですよね。これオレンジやな。いや赤や赤や、これこの辺。あ、これはどっちやろ、これあのひらがなの安倍のって書いてるやつが多分オレンジっぽいけど、あーこれはオレンジやな、間違いなくね。どっちやこれ、赤かオレンジか分からん。微妙に赤に見えんでもないんですけどね。まあでもどっちかといったら赤なんでしょうねあれ。まあだから僕が撮りたいやつはあれだったとは思うんですけど。わかりづらかったな今のは。区間急行から化けた吉野行き確定出ていきました。4両ですよあれ。スーマン運転じゃないですか普通に。あれが普通に入ってるんかと思ったら、マジか。吉野線っていうのは、この橿原神宮前から先、あの有効町が4両しかないので、このようにこの付近から乗車できません、もう宣言されております。まあ、ここから8両が運用するんであればこんな書かないんですけど、もう絶対こっからね4両しか運用できないということで、まあこっから乗れる吉野線の列車はこの辺りから置くということになります。ちょっと時間があり余っているので京都線ホームに来ました。八重の方はこの後12時51分にここにやってくるんで、またあの区間急行を取りに行くときはこっちから、南大阪の方に戻るんですけども、今止まってるのはこれ X60 ですね。多分前がね V70 何歩かあったと思うんで、まあ、その辺もあのとあるサイトで特定しておりますので、はい、これもねもうなくなるってもおかしくないような車両ですので納めといて損はありません。こちら南大阪線が使う狂気のホームなんですけども、今白幕で C29、 これが結構古い方の車両ですね。普段団体専用の車両がここでね、あの橿原線の電車と南大阪線の電車をね乗り降りさせるようになっております。まあ、吉野から来た団体をここで橿原線京都方面に乗り換えさせるっていうのが目的ですね。本日は稼働してないんですが、ここに台車振り替え場があります。この振り替え場はですね、この狂気の南大阪線のこの車両をですね、五移動にある研修車庫で定期検査を行うために、あっこに置いてる台車にわざわざ振り替えて、牽引するね電動貨車でこの車両をね、あの両間に挟み込んで近鉄大阪線の五移動まで改装するための準備を行う場所です。逆に帰ってきた車両をこの南大阪線仕様に戻す作業もここで行われますので、ここは本当にあの重要な場所となっております。これがなければこの南大阪線の車両、あの検査を行えなくて走れませんからね。本当に大事な場所です。このように
大阪線柏線の、 あの線路幅の1435mm、 新幹線と同じ線路幅の線路も両端に並んでおります。この3番に入ってきたのはこの L89 でございます。こちらももう引退が迫っている車両です。またなぜかね、こちらが板上げになってます。またこの南大阪線ホームに戻ってきました。やっぱさっき止まっていたあの池上から出てくるみたいです。あれがオレンジなのか赤なのか、ちょっと近くで見てみたいと思います。本当にここのね、赤幕どれがどれかわかんないです。これはどう見てもオレンジやな。この変数中にひらがなのアベノワシって書いてたら絶対赤なんですよ。それと比べてみたいと思います。あ、もういきなりありました。変数中にこの、ね、ひらがなのアベノワシ、これは明らか赤やな。うん、絶対これ赤なんですよ。なんとも言えないですね。これ光の加減でね、オレンジで見えるし赤にも見えるという、難しいですねこれ。とりあえず2両目の側面もひらがな、3両目はどれ。なんと3両目もひらがなです。4両目はどうや。これ全部ひらがなちゃうんか。これ全部ひらがなや、すごいな。全面見てみます。こちら一番吉野より来ましたけど、これも赤やな。これ赤ってことでいいな。これが車内のスクロールなんですけども、区間急行、これ赤ですよね。はあ、このねスクロールはね赤なんですよね。あ、赤ですね。英語表示も赤でした。これがね見納めになるんですよね。いや、なんでかっつったら、赤ってこの南大阪線だいたいね快速急行っていうイメージなんですよ。だからこれをやっぱり一新するためにこの区間急行も絶対急行の仲間ですよっていう意味でやっぱりオレンジにしてってるんだと思います。これは赤なんですね。どっちかというとオレンジに近いんですけど、どっちか分かりにくいですね。なんか申し訳程度にちょっとオレンジ混じってますね。これもね区間急行だったんですが、残念ながら神宮西口を出たら幕を白に一旦入庫するらしいです。残念。しかも LT22 南大阪線の4両では唯一のシングルパンダの車です。それではね、尺度まで各駅停車であるこの区間急行、もう間もなく出発です。で、改めてこの正面も見てみたんですが、オレンジに見えないでもない、でも赤らしいです。これ出発です。
この辺から見たら赤やな。難しい色してますね、この区間急行。ただ僕もう一個知ってるのは、あの臨時急行ってあるんですけど、ここに巻く、あのただ赤なんですよね。急行の中でもやっぱ赤っていうのは、この区間急行と臨時急行、この2本が該当してるんで、ちょっと急行の中でもね、若干仲間外れみたいな扱いになっております。はい、てなわけで、あのこれからなくなっていくと思われる赤幕の区間急行、ちょっと 見てきました。見れたでいいんかな。わざわざ狙ってきたわけじゃなかったけど、たまたまあの MT の、ナンバーク忘れた、あれがね、あのまだ赤幕だったということで。ただあの今の赤幕はっきりとね、赤なのかオレンジなのか本当に分かりづらい色で今まで走ってきておりました。で今回のがこれで終了、ネタとしては終了なんですけども、もう一個ね、この橿原神宮でネタがありまして、次八重系がねここに、京都線橿原線を走ってきてるようなんで見に行きます。なんとね、ちょっと電話中にね、こう入れ替えが始まってるんですけども、この投影止めで来たね MT22 のこのここ阿部の橋より、明らかにオレンジやな、これ絶対、これ明らかオレンジです。これが新幕なんやな。うわ、絶対あれの方がオレンジやわ。今まで見てきたやつがね、錯覚を受けて、あのオレンジに見えたけど全部赤でしたね。うわぁ、あんなにオレンジと思わなかった。あの奥に入ってしまいました。あ、遠目でもわかるわ、明らかオレンジやわ、あれ。そういうこと。はあ、すごいオレンジやな、あれ。あれで、あの急行と、あの快速急行と見間違えないように、あの区間急行もオレンジに色を変えていってるということですね。あれは分かりやすいオレンジやな。もう間もなく、あの橿原線を下ってきた八重系、この橿原神宮前に到着するということで、またこっちのホームに戻ってきました。いやー、でもね、南大阪線のあの区間急行幕で、本当にオレンジか赤なのかわからんような色をしてたんですね、今まで。だから錯覚やったんですね。それとも奥の目が悪いのか。もともとあんま目良くない人間なんですけども、あれをね、完全に赤とは言い切れなかったな。でね、あの MT22 の阿部の橋よりがなんと完全なオレンジ幕やったんで、あれは間違いなくオレンジです。いや、あんなに完全にオレンジになってるとは思わんかったな。もっとなんか、あの階級だったら完全に赤なんですけども、区間急行っていう本当に真ん中の位置づけなんで、やっぱり色混じってんかな、赤とオレンジの間みたいな色になってんかな、ようわからんかったけど、すごかったな、あれ。よく見たら本当に赤やったんやなっていうのがわかりまして、あ、もう来るわ。来ました、来ました。あのおでこは間違いなく八重でございます。来ましたよ。あの営業開始日に見に行ってから久々の八重系です。あの八重系の運用を簡単に言うと、運用開始から3日目でなんといきなり混血運用に入ったみたいで、大阪難波駅階級の重量の一番先頭に八重系がつながったらしくて、ちょっと見に行きたかったな。こんなこんなで今はこのように確定運用をこなしているようです。で明日から土曜日日曜日休日に入りますんで、もしかしたらクロスシート運用に入る可能性は高いですね。
平日はまあ朝ラッシュとか混血がない限りはこのようにおとなしく柏原線を運用しているようです。これ見とったらやっぱりこの8系乗るだけために来てる人多いですね。やっぱり近鉄の24年ぶりの新型通勤車両ということで皆さんすごい楽しみにしてたようですね。すごいわざわざこれ確定で8系のために乗りに行く人半分ぐらい今降りてったな。で降りて撮影してる人も半分ぐらいおったんですごいな本当に。そこに感心します。これまた違う編成 U の15なんですけども、先頭がこの微妙に分かりづらい赤幕で、なんとねこれ中間とか側面ほとんどオレンジなんですよ。ちょっと見ときます。これ覚えててくださいね。これ赤なんですよ。これですよ、明らかオレンジ。これは絶対オレンジやわ。はあ、もう錯覚ですねマジで。あの区間記録はもともと赤やったっていう思うけど赤に見えへんよね。うわこれもや、これもオレンジやわ。すごいな、明らかオレンジに変えてってるわこれ。あ、ここもですね、ここも完全なオレンジ。ここもですね。うわぁ、マジで側面だけ全部オレンジですね。全面は赤なんや。赤に見えへんけど赤ですね。はあ、なるほど。このね反対側の側面も全部オレンジでした。 U の15、両側面全部がオレンジ確認されました。また続けて区間急行で来たと思われる列車が来ましたけど、もう中いっぱいですね。これだけ違いが分かれば皆さんに伝わったかなと思います。この U の15全面は赤、側面はオレンジという比較までできたんでよかった。横に同じ4両編成の U の13まで来ました。特急が行くんか思ったらこの KL が入れ替えのようです。あの車両もともと京都市地下鉄乗り入れ対応の3220系ということで、パシャンって言いますね。パシャンっていうのはあの BP っていう、もし連結が外れてしまった時にそこからねエアが放出して、そこのエアで閉じていた電池弁をあの開きにしてブレーキをかけるというシステムになっておりますけど、それのパシャンを多分電気式にしてるんで、なったとしても音はもう微量になっていると思います。それがねあの電車の普通のシステムだと思うんですけども、やっぱあの既存車両と連結するやつはあの相変わらずパシャンというシステムのようです。
最後にこれを見送って、終了とさせていただきます。いや、ここで特急が並ぶっていうのはあんま見たことなかったんですけど、このままあの入れ替えをするようです。本来だったらここで折り返して、さっき言ってましたピーピー感パシャーっていう音を鳴らすはずですけど、鳴らさずに止まっているので多分このまま入れ替えると思います。2000系AC ですけども、あちらの車両はあの平成の初めの頃に登場したね、あの GTO 素子と言われるあの半導体をね最新のものに変えた VVF インバーターなんですけど、やっぱりあのスイッチングによりねこれ起動してるんで、あの8系に比べたらね特急車両でもインバーター音がかなりうるさくなっております。続けて入庫車両が出ていくようです。させるためにわざわざ2番に入れたのです。でさっき の急行列車で逃がしてこのように引き上げで、今までこんなダイヤではなかったんですけどね、こんな頻繁に昼間に使うっていうのは僕もあんま見たことがなかったですね。これの出発も見たかったんですけど、この2分前になんと南の坂線の方で青のシンフォニーが来るということで、まあ、これを見てから最後にしましょうか。まあ何回行き来してんねんってぐらいですけど、また南の坂線の方に来ました。こちらに青のシンフォニーがもう間もなく来ます。Thank you.
いや、なってますね。あの音色が流れております。ただ走行音とかドアの開閉音に関しては全て近鉄6200系と同じ。ただブレーキ音がこれ名古屋線とかの AX17 とか、あの大阪線に行ったら X16 とか、奈良線とかやったら X71、72、69 とかと同じブレーキ感覚音なんで、これはこれでね、僕は好きなんですけどね。これはもともと6200系最終編成 U21 ですね。で、はかるくんとつなげるシステムついてたらしいんですけど、まあ、それもなんか取り外されて、今は違う6200系にそのシステムをつけられているようです。まあ、ここではかるくん計測あるときはそのまた別の編成につなげているそうです。ちょうどあのメロディーの最後やったみたいです。のちお富士の音もね、パコーンと、あの昔ながらの暖流機の音が、こんな華やかなね観光列車ですけども、普通にあの通勤列車を改造してるんで、当たり前のようにね、あの既存車両と同じ音が鳴りました。これはあの SIC 更新した。これ6431系、2本目の SIC 更新の車両です。あ、この音聞いてから変える。全然変えられへんわ。なかなか変えられへんわ。あ、ほらほらほら。あの今までの GTO の音ではなくて、キーンという音が。これですよ。この C20 なんぼや、 C29 か、これに関してもやっぱ前面は赤です。これね、あ、この C29 改めて側面見ていくと、あの一部だけオレンジになってます。やっぱ順番に進めていってる感じですね。完全に側面全部っていうわけにはいかないようです。この切り替え過渡期みたいな感じになってますね。ということで、ちょっと昼間の橿原神宮前でしたが、いかがだったでしょうか。あのできるだけ今日はねネタが多いように取りに来ましたので、あの南大阪市の区間急行のね、あのオレンジ幕かの話と、でちょうどやってくる八重系で青のシンフォニー、これもね撮ることができましたので、なかなかあの近鉄に興味ない方であっても、まあまあ話題性のある動画にはできたかなと、あの僕は思っております。まあ、これ以上もっとあるやろっていう方も多分多いと思います。近鉄ファンだったらこれ多分もっと薄いなと思われ、思われますかも、多分思われると思うんですけど、できるだけあの近鉄ファン以外の方にあの見ていただけるように、ちょっとネタを濃くやらせていただきました。はい、ということで今回の橿原神宮前での動画はこれにて終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思う方、ぜひチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。また旧 Twitter の X、インスタ、TikTok もやっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。